こんにちは、ちるちる。商業BLレビューサイトちるちる記者の麦子と尾藤梅中です。本日の企画はこちら、今こそ見てほしい実写BLドラマ特集です。はい、1月に入ってオスタンズラブのリターンズだとか好きやねんけどどうやろうかだとかが始まり、結構1月実写BLドラマが大豊作だと思うんですけど、今回、実写 BL ドラマ初心者の方にもぜひ見てもらいたいちるちる記者的おすすめ実写 BL ドラマを2作品紹介していきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、最初に紹介するのはこちら、はい、ジャック・フロストです。はい、こちら去年の2月頃に放送されたドラマオリジナルストーリーとなっています。現在 U-NEXT とか DMM、Hulu などで配信されている作品となっていて、1話だいたい20分から30分で6話の構成となっているので結構見やすい、初心者の方にもおすすめの作品となっています。結構短めですね。はい、だから結構サクサク見れて、私もすぐに見終わりました。じゃあ最初になんとなくのあらすじをご紹介したいと思うんですけど、こちら、イラストレーターのリツと営業マンのフミヤの2人の物語となっていて、2人は最初同棲をしているんですが、結構自由奔放なリツとそれに振り回されるフミヤ、この2人でちょっとすれ違いが生じていくんですね、一番最初冒頭で。それで怒ったリツが家を出て行ってしまうんです。でその後ちょっとアクシデントに巻き込まれてリツが記憶を失ってしまう。ただ全てのことを覚えてるんですけど、フミヤに関することだけを忘れてしまうっていう切ない、ストーリーになっています。そしてフミヤはリツと交際したことを隠して新しく関係を築き直そうとするんですね。なるほど。はい、だからなんかそのまた妙な新しい形の恋愛のリスタートの2人のなんか二人の恋模様を描いている作品となっております。ご紹介したい見どころとしては、まず一つ目がもう魅力的な二人のキャラクター性。フミヤがすごい包容力のある感じの大人なんですけど、でもすごい嬉しいことがあった時とかにもう顔がニタニタニヤニヤしちゃって、かわいい、一人でいる時とかはなんかふとした時にスキップとかをしていて、もうめちゃくちゃかわいいんですよ。その可愛い大人な営業マンなのにふとした時に顔に出ちゃうとこだとか態度に出ちゃうところがすごく可愛くて、そこのギャップが結構キュンと、はい、やられると思います。まあ、あとリツの元カレが途中で登場するんですけど、その時も結構なんか嫉妬深い一面で余裕のなさそうな感じがこうキュンとするキャラクターとなっております。そのリスは元彼のことを覚えてるんですか？あ、そうなんです。フミヤのことだけを忘れているので元彼のことは覚えていて、そこもまたちょっとジェラシーのポイントみたいな、苦しい。で、リスは結構無邪気で甘えん坊な性格で、もうとにかくキュルキュルで可愛い。二人とも可愛いってことね。二人とも可愛いです。でもリツは特になんかこうふとした時の動作とかがめちゃくちゃ可愛くて、なんか常に燃えそれなんですよ。とにかくそれ絶対やってますね、はい、やってますね。あざとすぎます。あざとくてもう燃えそれで上目遣いだから、本当に完璧で究極の可愛さです。うわで性格としては、まあ、結構素直で何でもかんでも結構いっちゃうタイプなので、まあ、老若男女みんなから愛される人気者タイプなんじゃないかなと個人的には思います。でそんな2人が、まあ、旗から見るともうとにかくお似合いですね。でお似合いなんですけど、でもすれ違ってやっぱもどかしい、もどかしい。でまあ絶対もうこれぞ両肩思い。切ないけど、はい、キュンキュンするめちゃくちゃいいですね。はい、はい、見どころ2つ目が、まあ、なんか記憶喪失系のストーリーゆえの切なさが ありますです。あるあれですよね。そう、なんかフミ
也は2人で過ごしたことをすべて覚えているんですよ。ただリツは何も覚えていない。だから一緒に過ごした楽しい思い出だとか時間だとかそういうものがリツの中には何も残っていなくて、でも記憶を失っていてもやっぱり本人は本人なので、その前と同じ行動とかをしたりするんですよ。え、その瞬間のフェミアの回想が切ない。思い出すわけですね。思い出すんですよ。なんかあんなに楽しかった出来事がなんか今まるでなかったことかのようになっていて、もうその時がめちゃくちゃ切なくて、もうこっちまで胸が締め付けられる。そうなんですよ。なんか2人がもともと交際していたっていうのをリツには伝えないで新しく関係を築き直そうと決めたのはもちろんフェミアではあるんですけども、でもやっぱりなんか実際そうなってしまうと寂しい、切なさがとにかくこう切なくて、もう涙腺が崩壊です。もう絶対泣いちゃいますよな。え、そうなんですよ。でも途中にはまあリスキも言ったようにリツの元彼が登場したりだとか、あとちょっとリツの記憶にも、まあ、最後の方変化があったりみたいな、気になる。そうです。で、まあ、最後には結構伏線回収もあったりして、もう累積崩壊間違いなしの泣ける切ないドラマとなっています。めちゃくちゃ気になるストーリーですね、はい、ぜひ見てみてください、はい、おすすめです。次にご紹介するのはこちらです。永遠の昨日というドラマになります。こちらは枝裕二先生の小説が原作となっているドラマで、2022年の秋に放送されたものになります。でその後2023年には再編集された完全版も放送されているので、かなり当時から好評が高かったドラマとなります。はい、なるほど。すごい、小説原作のドラマなんですね。見たことないです。そうですよね、はい、私もこの冬に初めて年末年始にちょっと時間があったので見てみたんですけど、もう本当に最高だったので私を紹介させていただきます。はい、簡単なあらすじを言いますと、その高校のクラスメートだったミツルとコウイチが、2人は性格がもう正反対なんですね、はい、正反対の2人なんですけど、だからこそ惹かれ合ってすごく仲が良かった2人なんですけど、ある朝2人で学校に登校する間に突然コウイチがトラックに跳ね飛ばされる。跳ね飛ばされるんですか？本当に跳ね飛ばされるんですよ、はい、で結構遠くまで飛んでっちゃって、もう旗から見たら絶対死んでるやんって思うんですよ。思いました。思いました跳ね飛ばされて結構遠くまで飛んで、いやもう絶対えと思って駆け寄っていくんですけど、そこには高一が何食わぬかで立ってるんです。おっと飛ばされた小一がミツルの目の前で起き上がって立ってるんですよ。えってなると思うんですけど、はい、その心臓の鼓動を聞いたら心臓は止まってるんです。はい、でも立ってる。そうなんですよ。喋って会話もできて触れるんですよ、はい、なんですけど心臓は止まったままっていう、その高一をミツルは生きてる死体だって言って、はい、どんな高一でも受け入れるって言って、まあ、動揺はもちろんするんですけれども、その高一を受け入れるミツルの2人の物語っていうのがあらすじになってます。すごい新しいですね。でもなんか生きてる死体って言われるとか、やっぱ小説ならではの綺麗な言葉みたいな、すごい結構キーワードとして作中に何度も出てくる言葉なんです。面白そう。で一応見どころをまとめたので、まず一つ目はその性格が正反対のミツルとコウイチが惹かれ合う様子がエモいです。エモい。エモいんです。エモいです。
そのさっき飛ばされたって言った高一の方が、その明るくて友達もたくさんいる高校生なんですけど、それに対してミツヌの方は口数が少なくていつも一人だったミツヌなんですね。なんですけど、その反対、正反対だからこそ、なんですかね、お互い足りないものを補うかのようにずっと二人で一緒にいて、すごくお互いに惹かれ合っていくんですね。それがめっちゃエモい。めっちゃエモいですね。一部特に好きなシーンが、そのやっぱり高一の方は友達が多くて明るくてすごくアクティブな、よく家族でキャンプに行くんですね。そしたらミツルの方は、あ、キャンプに行く高一がミツルを半ば強引にキャンプに連れて行って二人で一緒に過ごすっていうシーンがあるんですけど、はい、そこがもういろいろあるんです。いろいろ気になる。めちゃくちゃ気になる。もうどう見てもお互い好きじゃんって見てて思うんですけど、もういろんな気持ちのすれ違いだったり、二人のなんていうんですかね、でも惹かれ合う二人の姿がめちゃくちゃ最高です。見どころ二つ目は、そのさっき言った生きてる死体ってなってしまった高一は、それでも心臓動かなくても喋れるし、みんなにも見えてるんですよ。なんですけど、その高一が日を追うごとにだんだんと周りの人に見えなくなっていくっていうのがめちゃくちゃ切ないです。切ない。だんだん見えなくなっていっちゃうんですね。あんまり関係の薄い人からだんだんと高一を認識する人がいなくなっていって、なんていうんですかね、みんなの記憶からだんだんと消えていくようなのが感じられて、めちゃくちゃ切ない。関係の薄い人から消えてっちゃうんですか？関係の薄い人から高一が見えなくなっていくんですよ、なので、そのすれ違う人とかはもうほとんど高一を認識してなくて、いるっていうことも知らない、気づかない、分かんないんですよ。で、そういうその死ぬっていうのは、みんなの記憶から、生きてる人の記憶からだんだんと消えていくのかなっていう、その死に対することも深く考えさせられるドラマなんです。深いですね。はい、深いです。すごくいろいろ考えさせられるドラマになってるんですよね。はい、こちらのドラマのタイトルが永遠の昨日、はい、そうですね、ことだと思うんですけど、やっぱなんかそこも結構紐付けられていて、見てるうちにどんどんなんか分かってくる感じなんですか？そうですね、はい、なんていうのかな、でもこの永遠の昨日の昨日っていうのがどの日を指してるのかっていうのが、ドラマを見ただけだと明確には語られてないので、すごくそこもいろいろ想像してしまいますね。なるほど。すごいなんか考察のしがいもあるドラマですよね。はい、今日はジャック・フロストと永遠の昨日という2つのドラマを紹介させていただきました。結構両方作品ともなんかこう泣けるエモい作品となっていましたね、あとまあ両片思いってところも共通するポイントだったのかなと思いました。ぜひこの寒い時期にちょっと涙が凍っちゃうかもしれないんですけど、ぜひ見てみてください。泣いてみてください。はい、それでは今回紹介した作品に関するチルチル内の記事も概要欄に貼っておくので、ぜひチェックしてみてください。はい、それでは、バイチルー。